鍵山優心は日本のフィギュアスケート選手。神奈川県横浜市出身。血液型は O 型。主な実績に2021年世界フィギュアスケート選手権2位、2020年4大陸選手権3位、ローザンヌユースオリンピック優勝。2019年、2020年全日本選手権3位、2019年全日本ジュニア選手権優勝など。 神奈川県横浜市生まれ。父及びコーチは1992年、アルベールビルオリンピック、1994年、リレハンメルオリンピックフィギュアスケート男子シングル、日本代表の鍵山正和。父の仕事の都合に伴い、富山県や長野県北作郡軽井沢町へ移り住んだ。父の職場であった、富山スケートセンターでスケートを始める。小学3年時に、 軽井沢へ転居し、軽井沢中部小学校に通い、軽井沢風腰公園アイスアリーナを練習拠点としていた。中学1年時に出生地である神奈川県横浜市へ転居し、現在は横浜銀行アイスアリーナを練習拠点としている。横浜市立六角教授学校を卒業。通信制の星佐国際高等学校横浜に在学中。 憧れの選手として、宇野昌磨を挙げており、スケーティングがすごく上手くて、綺麗なので、そういう部分を真似したいと語っている。また2018年、2019年、2021年世界選手権、3連覇のネイサン・チェンも、すべての技術が揃っていると目標に挙げている。2019年ジュニアグランプリファイナルで、 ジュニア世界最高記録で優勝した同学年の佐藤俊については大切な存在だと感じており、表情だといいライバルだと思っていて、陸上だといい友達、いい関係だと思う、と語っている。鍵山を指導する佐藤美沙竿も滑走順が決まると、ああ、見られないのかってお互いすごく残念そうにしているんです。先に滑った方が、 観客席で応援するという光景を何度も見て、来ましたと二人の良きライバル関係について語っている。好きなキャラクターはスヌーピーであると明かしており、演技後はスヌーピーのぬいぐるみがリンクに投げ込まれることもある。ぬいぐるみが好きなので、ありがとうございますという気持ちを込めて、ぬいぐるみを見せるようにしていますと話す。特技の一つに縄跳びがあり、酔え跳びまで可能。 2019年ジュニアグランプリファイナル父親の職場について行き滑っているうちに楽しくなり5歳から本格的にスケートを始めた。スケートをしたいという意思表示はユーマ本人からで氷の上に座ってカリカリになった氷をかじったのが始まりだったと父の昭和は話す。2014から15シーズンは関東選手権ノービス A クラスで優勝。 全日本のオービス選手権では14位となる。2015から16シーズンは関東選手権ノービス A クラスで優勝し、ノービスクラス4連覇を達成。全日本のオービス選手権では表彰台にあと一歩届かず4位となる。この時、佐藤俊ら同じ年代のライバルに負け表彰台に乗れなかったのが悔しくもっと本気で練習をやろうと思うきっかけになったと。 鍵山は語っている。当時の佐藤については一生勝てねえと思った。手の届かない存在と見上げる日々が続いた。2016から17シーズンジュニア1年目で初出場となった全日本ジュニア選手権ではショートプログラムで3回転マイナス3回転のコンビネーションジャンプを成功させて8位となる。フリースケーティングでは全てのジャンプを着氷させて12位となり、 総合11位となった。2017から18シーズンジュニア2年目の全日本ジュニア選手権ではショートプログラムで14位、フリースケーティングでは13位となり、総合162.40点獲得で12位となった。2月に開催された第38回全国中学校スケート大会ではショートプログラムで全てのジャンプを着氷し、 全日本ジュニア選手権で3位表彰台に上った坪井達也に次いで3位スタートとなる。フリースケーティングでは細かいジャンプのミスはあったものの114.59点を獲得し3位。総合では176.31点を獲得し2位と順位を上げた。2018年4月リリーカップ神奈川神奈川県フィギュアスケートフリー選手権大会において3。 回転アクセルを初成功させた。2018から19シーズンシーズン初戦、8月に初の国際大会となるアジアフィギュアハイに派遣される。ショートプログラムでは冒頭のアクセルジャンプが1回転となるミスはあった。ものの3回転フリップと3回転ルッツマイナス3回転トーループのコンビネーションジャンプを決めて首位に立つ。フリースケーティングでは 演技後半にコンビネーションジャンプを飛ぶ構成で臨み、117.15点獲得で1位となる。総合174.90点を獲得し、国際大会初優勝となった。当初は補欠として代表選考されていたものの、初参戦となったジュニアグランプリシリーズ1戦目は、シリーズ4戦目のジュニアグランプリリッチモンド大会に派遣された。ショートプログラムでは、 冒頭の3回転アクセルと続く3回転フリップを成功、コンビネーションジャンプの3回転ルッツで軽微なエッジエラーを取られるものの75.60点獲得で2位につける。フリースケーティングでは冒頭の3回転アクセルが空中で溶けてしまう。3回転フリップ、3回転ルッツ、3回転ループを着氷させるも演技後半に固めた。 コンビネーションジャンプ3つのうち2つでミスが出てしまい、得点を伸ばせず119.13点獲得で6位。総合では194.73点獲得で4位と表彰台にあと一歩届かなかった。ジュニアグランプリシリーズ2戦目は第7戦のアルメニアン杯に出場。ショートプログラムでは3回転アクセルと3回転フリップを加点付きで成功するも、 コンビネーションジャンプのルッツジャンプが2回転となり減点。スピンすべてでレベル4を獲得するも、コンビネーションジャンプでのミスが響き65.10点獲得に止まり、6位と出遅れる。フリースケーティングでは、冒頭の3回転アクセルと3回転フリップを成功。演技後半の3つのコンビネーションジャンプを着氷させて、スピンすべてでレベル4を獲得。 フリースケーティング1位となる136.92点獲得総合で初の200点超えとなる202.02点を獲得し2位に入り国際スケート連盟主催の公式大会で初の表彰台に立った全日本ジュニア選手権ではショートプログラムで3回転アクセルが1回転となるなどジャンプでのミスが響き得点を伸ばせず60.71点で11スタートとなる フリースケーティングでは冒頭の3回転アクセルを加点2点以上の出来栄えで成功、その後のジャンプも次々に成功させる。演技後半に固めたコンビネーションジャンプの3連続ジャンプでの点灯はあったもののスピンすべてでレベル4を獲得。フリースケーティング3位となる136.89点を獲得、総合197.60点獲得で順位を5位まで上げた。 推薦により初出場となった全日本選手権では、ショートプログラムで全てのジャンプを着氷、スピン全てでレベル4を獲得。74.51点獲得で6位につける。最終グループでの滑走となったフリースケーティングでは、冒頭の3回転アクセルを2点以上の加点で成功させる。 単独の3回転アクセルと3回転フリップマイナス3回転トーループにて着氷が乱れたものの、ショートプログラムに続きすべてのスピンでレベル4を獲得し、フリー6位となる141.85点を獲得。総合でも216.36点を獲得し、大健闘の6位入賞となり、新人賞を受賞する。2月上旬の全国中学校スケート競技会では、 ショートプログラムで3回転アクセルの回転が抜けれ、点となるミスがあり、フリースケーティングでも追いしたものの、総合スコア0.85差で、佐藤俊に敗れ2位となった。しかし、上位者エキシビションの6分間練習において、観客の前で4回転サルコーを成功させた。2月下旬、自身初めてのシニアクラスとして、国際大会のチャレンジカップに派遣される。ショートプログラムでは、 冒頭の3回転アクセルを流れのある着氷で成功。単独の3回転フリップと3回転ルッツマイナス3回転トーループのコンビネーションジャンプも加点のつく出来栄えで成功させて78.97点を獲得し2位につける。フリースケーティングでは試合で初めて4回転サルコーに挑戦したものの回転不足となり転倒。その後は大きなミスなく演技をまとめ、 フリー2位となる139.05点を獲得。総合でも国際スケート連盟非公認ながらも自己ベストを上回る218.02点を獲得し2位に入った。2019年4月リリーカップ神奈川神奈川県フィギュアスケートフリー選手権大会において3月に練習で成功させたばかりの4回転等ループを成功させた。 これが試合での4回転初成功となった。2019から20シーズンジュニアグランプリシリーズ参戦2年目の初戦はシリーズ第1戦のジュニアグランプリシリーズクールシュベル大会に出場。ショートプログラムでは冒頭の3回転アクセルを加点2.63点を引き出す出来栄えで成功。コンビネーションジャンプで若干の減点はあったものの、 80.61点を獲得。自身も驚きの初の80点超えとなり、自己ベストを更新して首位に立つ。フリースケーティングでは、冒頭の4回転、トーループマイナス2回転トーループのコンビネーションジャンプで着氷が乱れたものの、単独の4回転トーループを過点3.26点の出来栄えで成功させるなど、フリー1位となる154.26点を獲得して、 自己ベストを更新。総合でも234.87点獲得と自己ベストを30点以上更新して優勝。国際スケート連盟主催の国際大会で初優勝となった。ジュニアグランプリシリーズ2戦目は第5戦にあたるバルティック杯に出場。ショートプログラムでは3回転アクセルを加点3点以上で成功。 三回転ループ三回転ルッツマイナス三回転トーループのコンビネーションジャンプとすべてのジャンプを着氷、スピンすべてでレベル4を獲得。クールシュベル大会を超える84.72点を獲得して自己ベストを更新し2位につける。フリースケーティングでは冒頭の四回転トーループマイナス二回転トーループのコンビネーションジャンプを加点3点以上で成功。 続く3回転フリップと単独の4回転トーループを成功させる。3回転アクセルでステップアウトしたものの演技後半のジャンプすべてを成功させ、自己ベストを更新する160.63点を獲得して2位となり、総合スコア245.35点獲得と自己ベストを更新して2位となった。ジュニアグランプリシリーズ2000の成績より、 佐藤春と共にジュニアグランプリファイナルへの進出が確定した。佐藤春と共に優勝候補と目された地元横浜で開かれた全日本ジュニア選手権では3回転アクセルでミスがあったものの3回転ループと3回転ルッツマイナス3回転トーループのコンビネーションジャンプを成功させて79.92点を獲得主首位に立つ。フリースケーティングでは 冒頭の4回転、トーループマイナス2回転トーループのコンビネーションジャンプと単独の4回転トーループと2本の4回転ジャンプを成功。3回転アクセルからの3連続のコンビネーションジャンプ、等すべてのジャンプを成功させ、ほぼ完璧な内容でフリートップとなる171.09点を獲得して1位。総合でも国際スケート連盟非公認ながら、 ジュニア世界最高得点を上回る251.01点を獲得して初優勝となった。全日本ジュニア選手権の優勝により、ユースオリンピックと世界ジュニア選手権の代表に内定した。初出場となったジュニアグランプリファイナルでは、ショートプログラムにおいて3回転アクセルが2回転となった上で、回転不足となり、スピンでもレベルの取りこぼしがあり、得点を伸ばせず、 71.19点獲得に、止まり6位スタートとなった。フリースケーティングでは、演技冒頭の4回転、トーループマイナス2回転トーループの、コンビネーションジャンプを成功させ、単独の4回転トーループこそ点灯したものの、その他のジャンプを成功させて、演技をまとめ、フリー3位となる155.90点を獲得。 総合スコア227.09点獲得で4位と、ショートプログラムから順位を上げた。推薦出場の全日本選手権では、ショートプログラムにて、冒頭の3回転アクセルで回転が抜けてしまい、規定により0点となるミスとなる。続く、単独のジャンプを規定のためジュニアの大会には、組み込めなかった4回転トーループに変更して、成功。 三回転ルッツマイナス三回転トーループのコンビネーションジャンプを成功させて演技をまとめ77.41点獲得で7位につけるもののフリースケーティング最終組6人に入ることはできなかった。しかしフリースケーティングでは冒頭の四回転トーループマイナス二回転トーループのコンビネーションジャンプを成功、単独の四回転トーループを成功させ、 3回転アクセルからの3連続ジャンプも高い加点で成功させる。演技後半のコンビネーションジャンプ、演技構成を上げて挑んだ終盤の3回転アクセルを成功させて、フリースケーティング単独では、宇野昌磨に次いで2位となる180.58点を獲得。総合3位と初の表彰台に上った。高校1年生の表彰台は、 ソルトレークシティオリンピック4位入賞のホンダ、タケシ以来24年ぶりの快挙だった。全日本選手権の成績により、シニア国際選手権において初代表となる、4大陸選手権の代表に決定した。日本選手団の機種に抜擢された、ローザンヌユースオリンピックでは、ショートプログラムにて3回転アクセルと単独の3回転ジャンプを成功させるが、コンビネーションジャンプの着氷で、 ショートトラック用に設置され従来より狭くなったスケートリンクのクッション壁にぶつかってしまい、点灯72.76点獲得で3位となる。フリースケーティングでは冒頭の4回転トーループを着氷、4回転トーループマイナス2回転トーループのコンビネーションジャンプを加点2.85点と高い出来栄えで成功させる。3連続ジャンプでは着氷の乱れから、 セカンドジャンプが回転不足となり3つ目のジャンプが2回転となるミスはあったものの最後のジャンプを全日本選手権同様の3回転アクセルに変更するなど難度を上げスピンステップ全てでレベル4を獲得フリートップとなる166.41点を獲得して自己ベストを更新トップと6.96点差を逆転して総合スコア239.17点をマーク 金メダルを獲得した。個人戦の後に実施された各国から抽選で選出される NOC 混合団体戦にもチームフォーカスで出場。単独の4回転トーループと3回転ルッツでの転倒はあったものの157.62点を獲得して男子シングル1位となりチームフォーカスの銀メダル獲得に貢献した。 初のシニア主要国際大会代表となった4大陸選手権ではショートプログラムでの4回転トーループを加点3.26点の出来栄えで成功させ自信のある4回転トーループを先に飛ぶ戦略が好を奏し苦手意識のあったショートプログラムの3回転アクセルも加点2.63点の出来栄えで成功スピンステップは全要素でレベル4を獲得し 自己ベスト更新となる91.61点で5位につけ、自身初の90点超えで上位6人で滑るフリースケーティング最終組へ入った。フリースケーティングでは冒頭の4回転、トーループマイナス2回転トーループのコンビネーションジャンプを加点3.26点の出来栄えで開始し、多くのジャンプを成功。全日本選手権から続く最後の3回転アクセルでは、 鍵山自身、スタミナの問題と話した着氷が乱れるミスがあったものの演技構成点では10点満点中9点台をつける審判もいるほどの高い評価を受け、179.00点を獲得し、フリー3位。総合270.61点で3位に入り、本来ジュニアが主戦場ながらシニア主要国際大会の銅メダル獲得と検討を見せた。 初出場となった世界ジュニア選手権では、ショートプログラムにて3回転アクセルを、加点3.09点の高い出来栄えで成功、その他すべてのジャンプを加点付きで成功させ、得意のスピンはすべてレベル4を揃え、85.82点を獲得し1位発進となった。しかし、自信を持っていたフリースケーティングにおいて、冒頭の4回転トーループを、回転不足で点灯、4回転、 トーループマイナス2回転トーループのコンビネーションジャンプを成功させ立て直したものの3回転アクセルからの3連続コンビネーションジャンプで3回転アクセルに回転不足判定を受けまた全日本選手権やユースオリンピックで成功させてきた終盤の3回転アクセルが1回転アクセルとなりフリースケーティングでは145.93点の5位 総合231.75点で2位となった。フリースケーティング後に両手で顔を覆った鍵山は6分間練習の時に緊張で体が動かなくなる4回転トーループが1回も決まらなかったこの悔しさを一生忘れず来季につなげていきたいと語った。鍵山の銀メダルによりこの種目では日本勢として2015年の宇野昌磨 山本総太以来5年ぶりのメダル獲得となった。また、出場した鍵山と佐藤春の順位合計が13位以内となり、日本の同大会男子シングル次期出場枠は2枠から3枠へ増え、国別の最大枠を確保した。優勝候補の一角と目された中での2位ではあったが、ショートプログラムフリースケーティングとも全出場者中で唯一、 演技構成点のスケート技術1 0点満点中8点台の評価を受けた。また大会中、コーチであり父である、鍵山正和に代わり試合へ同行した振付師の佐藤美沙夫が、有心が隣に座るキスくらいにおいて、マジックで、父、ダッドと書いた手のひらをカメラに向けて見せたことは、明るい話題となった。2020から21シーズン10月の関東、選手権。 非公認ながら世界歴代5位相当の287.71点でシニアデビュー。6種類の3回転ジャンプと4回転トーループ4回転サルコーを飛ぶことができる。小さい頃は転倒が怖くジャンプはあまり好きではなかったと語る。3種類目の4回転ジャンプとして4回転ループに取り組んでいる。2020から2021シーズンではショートプログラム フリースケーティングと共に4回転サルコーを入れ、フリースケーティングでは4回転トーループと合わせて4回転3本の構成を目指したいと語っている。得意のダンスによる表現力と幼い頃からコーチであり父である鍵山正和に徹底的に叩き込まれたスケーティング技術を武器としており、国際大会でも高い演技構成点をマークしている。スケーティング技術については、 演技構成点での評価だけではなく、ユーマの4回転トーループの飛び方について、昭和が、詳細は、企業秘密としながらも、体重移動をメインにしたジャンプ。滑る力を利用するので、基礎のスケーティングを磨いてあることが前提であり、スケートをやり始めた時から作り上げてきた技術です、と語っている。昔から、しっかり練習していたと話すスピンも得点源となっており、 2020年ローザンヌユースオリンピックのフリースケーティングにて、ステップ、すべてのスピンでレベル4を獲得した。ジャンプ、スピン、ステップそれぞれの技術が完璧なスケーターを目標にしていると語っている。ありがとうございます。